カレンさん、こんにちは。管理室で今日はですね、このトレジャーオースクロールが再調整されたということで、この子の性能を紹介していきたいと思います。まず、ま、この子をリーダーにすると、試合開始時ワンポイントか、モードルナティック発動ということで、本気出すやつですね。この全モードの効果ゲットすることができて、スピン、スライス、スマッシュが特殊ショットに変化。で、強化特殊状態解除を受け付けなくて、まあ、休息アップもついているんで、まあ、ショットキャラとして使えるんで、まあ、割とリーダーにしててもいいんちゃうかなと思います。で、この子、常時、燃焼凍結無効。で、まあ、スイングエリア移動速度プラス20% で、ダイレクト無効とエアスマッシュを習得で、 SS と SSS 打球時とマイポイント開始時20秒間スタミナダメージ無効。これ強いですよね。で、まあこの子 SS と SSS があるんやけど、まあ初めどっち打った方がいいんかな。 SS 打ったらね、スタミナ200回復して試合終了まで特殊状態になれるんですよ。で、それで移動速度スイングエリアプラス 10% して、球速アップと、まあ副属性ストーム無効とスペシャルの起動強化で、まあ SSS を打つとスタミナが全回復して2ポイントがモードルナティック、さっき説明したやつね、発動することができるんで、そうやな、どっち先打つかむずいけど、まあ溜まった方でいいんちゃうかな、わからんで、まあ、この子アナザーアクションボタンありまして、これを押すことによってモードを切り替えることができると。まあ、初めはスピンモードなんですけど、まあ、このモード中は移動速度がめちゃくちゃ上がって、全打球ジャストで、球速アップがついて打球がアウトしないと。で、スライスのモードは空中地面どちらも無効で不動がついて、スタミナの概念がなくなって、副属性の返球時付与効果無効で SS ゲージ同蓄積なので、まあ、防御姿勢ですね。でも、フラットモードの時は一部を除く受けるダメージがマイナス 80% で、相手に自死針付与することができるといいですね。で、打球ダメージプラス30の打球ダメージが必中化もついておりますと。で、同時、まあ、特殊サーブ習得。まあ、これでですね、まあ、スライスやったらカーブでヒュイーンっていって、スピンやったらカックンっていったのかな。まあ、なんかそれぞれあるんで、まあ、使い分けていくっていうのと、あと、ま、一部パラメータープラス 50%、打球硬直無効で、軌道と着弾点が見えて、4打球ごとにスペシャルを獲得。で、スペシャルはモードに応じて、ま、軌道が変化するよっていう感じになっております。ということで、今からこの子と戦っていきたいと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。どうしようかな。サーブってこの子初めから特殊サーブなんかな。ちょっとスライスでビーンってやってみて、あ、こういう感じやね。この右からサーブするときはスライスが一番変化するんで、個人的にはスライスの方がいいんやけど、まあ、逆をついてスピンとかフラット打つももちろんありやから、まあ、そこは悩みどころやね。うわ、初めから全打球ジャストついてんの強っ。え、てかさ、俺さっきサーブで決まったからさ、初手からのモードルナティックみたいなやつなくなってもうたやん。で、スピンのスペシャルこんな。あ、まっすぐね。なるほど。で、アナザー押したら、もうすぐにモードを切り替えることができると。これスライスのモードね。黄色なんで。これで、4打球したらスペシャル獲得して、これで、ドカン打ったら、まあ普通のこういうやつね。で、もう一個打ったら緑色になりまして、これで、やべ。普通に取れへんかった。てか、この子 SS から SSS 行くん結構時間かからん？やばない？全然溜まってないや。やべえ、これ取りたい。オッケー、これ打って。あ、ドロップね。フラットはドロップと。変わってない気がするな、前とね。オッケー。前までなんかね、サーブの吸収によってモード切り替えるみたいな感じやってんけど、それが緩和されましたね。はい、これ打って。よいしょ。サーブによってはモード変わらなくなりましたね。よいしょ。これで、スペシャルドーン。まあ、これなんていうの、瞬時にモード変えて、相手が前におるんやったらスライスのモードにするんとかもありですよね。よし、これで SSS 打って、はい。これで2ポイントか、モードルナティックだと。ただまあこれ SS で得点できちゃったから、もしかしたらもうこれあと1ポイントで終わりやんね。もしかしたらとか多分そうやんね。あ、でもそうか、モードルナティックになったら全てのモード解放されてるから、まあそこは結構いいポイントやね。てか走り遅すぎん？あ、そうか、なんかアイリス、なんか移動速度上昇無効みたいな、なんかそんなんあったら、それのせいでか今のめっちゃ走り遅かった。なるほど。よし、これで、どうしようかな、ほいーってやって、やばい。やばいやばい。無理やってどうやって取んねん、そんなん。やばすぎるやろ。ちょ、アイリスは勝てなそうな気がするな。あ、そうか。あ、本気モードの時はこれがあるんやったっけ。もうなんか何が何だか分かってないわ。なんか、追い込まれた時2ポイントは、なんかバシューンってやつをいっぱい打てるっていう感じやね。で、スマッシュがこういうやつ。強いよね。このスマッシュはマジで強いと思うわ。はい。で、これで、スピンはこんな感じ。まだ見せてなかったやんね。左から打つのが多分定番やとは思う。よいしょ。で、SS 打って、これで試合終了まで特殊状態で、まあ、割と使いやすい性能がいっぱいつきましたと。どうしようかな、これ。悩むな。てか、相手これモードバレバレなんやね。ほんならもうちょっと、あれやね。この色やったら、こういうスペシャルが飛んでくるみたいなのがバレるから、取られるかな。まあ、一応まあ、その直前に切り替えれば、相手を騙すことも可能だとは思うけど、言うてまあ、緑の次で絶対赤色なんで、フラットモードの付きはスピン確定なんで、正直まあ相手はその2択を警戒しておけばいいんで、そこまで
取りにくく、取りにくくはないかなと。え、わからん。むずい方でよろしくお願いします。はい、ということで2戦目はですね、ミュウエ使っていきたいなと思います。まあ、フラットモードの時やったらですね、地縛りかけることができますんで、まあ、それによって、まあ、瞬間移動がね、初手からできないと。これ結構やばいよね。エアモードももちろんできないし、自動変形もできないから、普通に厄介問題ですね。やばいこれ普通に。瞬間移動的にミュウエ普通に走りが遅くてやばいんやけど。わ、これはラッキーやな。よし。いや、無理やって。どうしよう。あ、でもドリンクあるな。SS もまだ溜まれへんから、ちょっとドリンクは取っていきの。で、サーブは何でくるかな。ここら辺立つんがおすすめ。で、これで、まっすぐ来たらちょっとだけ後ろ下がって返す感じかな。そんな時間ないから。でもまあ、だいたい真ん中ら辺立っておけば、全部の球種に対応できると思うんで、そこは臨機応変に頑張っていただけたらなと思います。わお。いや、地縛り厄介やな。だからまあ、もし相手が瞬間移動とかエアモードするキャラクターが相手なのであれば、まあ、ずっとフラットモードで行ってもいいと思うんですよ。こういう感じでまあ、普通にね、戦いにくいんでね。ただ、まあ、それだけだと単調というか、スペシャルが前に落ちるだけっていう感じになるから、まあ、スペシャルの時だけでもモード変えるとか、あとまあ、逆に、まあ、普段は、それなり普通のモードで戦って SS 打つ時だけ地縛りかけて、そっからのあの SS とかっていうのをやってあげると結構得点力も高くなるかなと思いますんで、まあそういう戦い方ももちろんありかなと思うんですけど、はい。え、私今なんで地縛り食らってないの？相手あれか、モード切り替えてる感じなのね。オッケー。これ相手あれさん実践してるんちゃう？俺が今言ったことちゃうから。あ、全然フラットモード。あれ、相手のモードってなんかもうちょい見やすくなかった？あ、今見やすいな。特殊状態じゃないとああいう感じでなんか分かりやすく見えへんねんや。なるほどね。はいはいはい。これで、あと相手あれですね。相手が打球効果無効なくて SS 打ちそうやなっていうタイミングをフラットサーブした方がいいですね、絶対。よいしょ。これ自縛り普通に厄介な。わお、前から打つの強いな、このドロップのやつな。あ、結構今回あれやな、ミュウエ対策するようなキャラクター多いですね。なんかミーヤとかも嘘みたいに体力からしてきてやばかったから。まあ。結構もうミュウエを潰しに来てる可能性はあるんやけど、まあ普通に SS の得点力ある程度あるからそこで抗う感じか。でも厳しいよな、さすがにな。こんな瞬間移動もエアモードも自動変形もできひんミュウエは結構厳しい。全打球ジャストとアウト向こうついてるとは言えね。よいしょ。でも千里眼ついてるから相手の SS が飛んでくるタイミングがわかると。でもさ、これさ、 SS1 回打ったらもうさ、試合終了まで得意状態やから、 SS1 回打ったらもうそれ以降打たなくていいですよね。もうずっとあとは SSS って感じでいいんじゃないかなと思うんやけど、まあこんな感じの相性が多分というか、まあオスクロの方が普通に有利かなと思います。はい、というわけでラストはですね、黒の後継者で、まあ、戦えるのかっていうのを試していきたいなと思います。まあ、結構オスクロの球激早いから、まあ、それを全部このスインゲラでさばけるかと言われたら結構厳しい気がする。あれ、黒の後継者ってなんかエリアアップ無効封印みたいなのついたっけ？え、何それなんかエリアが広がったような気がせんでもないけど、もうちょっと強なった1ヶ月前やからちょっと忘れてしまったな。まあ、とりあえず、ま、この子は、ま、結構機動力高め、プラス、ま、体力結構枯らせるっていう性能がメリットではあるんやけど、オスクロールはあれですよね。SS 打ったら体力200回復やったから、そんなんもあるし、SSS 打ったら体力が全回復するっていう性能もありますんで、結構、厄介かなと。体力枯らすことはできないかなと思います。それ以外の性能ではどういう感じなのかな。ちょっとスペシャルがまだ溜まってないですね。よいしょ。あれやな、わお、早っ。千里眼なかったら結構厳しいな、 SS の飛んでくるタイミングを把握すんの。なんかこの特異状態じゃないときは、このなんかなんていうの、体の周りさ、わあ、何それ、モードルナティックやん、やばすぎ。え、な、何言おうとしてんやったっけ。そう、なんかこれ宝石の色で相手のモードがちょっとわかるんで、今これ緑色なんで、今フラットサーブのモード、フラットモードなんですよね。まあそんなんで、まあ把握するも必要ですね。なんか特殊状態中は体の下になんかマーク出てきてくる、マークというかなんか丸いお棒の上乗ってくれてるんでね、わかりやすいんですけど、よいしょ、これ打って、え、あれどうやってすんの、なんかモードルナティックみたいなやつ。 SSS 打ったら俺もできてるはずやねんやったっけ。俺がボレーばっか言ってたとかそういう感じ。あ、でもこの子あれなんや、改変強制発動あるんや。あー、でもあれか、スペシャル改変強制発動できてもこのルナティックモードのなんか前だけパキンパキンがあるから普通にそれは結構厳しいか。よいしょ、これで開始の、やばい、ん、今相手フラットやね。フラットを切り替えたらスピンになるから、ドロップとまっすぐを警戒して今俺は戦わなければいけないって感じやね。はい、で今相手モードルナティックですと。はい、これでトリーの、はい、早すぎ普通に全打球ジャストのその、え、急速アップついてたっけ、オスクロール忘れたけど、普通に早かったんけど、
でしょ。落ち着いたら取れんな、サーブ。なんか前もっと取りにくかったような記憶があるんやけど、全然取れそうですね。あと一瞬で失点したら2ポイント間のこのスペシャル改変強制発動も実質、まあ実質とか、まあすぐ解除することができるんで、まあ、割とスペシャルでも得点できんことはなさそうです。あ、やばいかも。危な。いや、普通にボレー早くない？あ、これ使いこなしてる。やばそうだキャラクターやな。強っ。